顔が広い。皆さんは日本人に、顔が広いですねと言われたらどんな気持ちになりますか？顔が広いだなんて失礼なと思うかもしれませんね。しかし心配しないでください。顔が広いというのは日本語の慣用句のうちの一つで、交際範囲が広く、たくさんの人によく知られているという意味です。このように日本語には顔を使った慣用句が他にもたくさんあるので、いくつかご紹介します。まず、顔から火が出る。顔から火が出るなんてすごいですね。さて、これはどんな意味でしょう？正解は、恥ずかしくて顔が赤くなるということです。失敗したり間違えたりした時、恥ずかしくて顔から火が出そうですと使うことができます。次に、顔に泥を塗る。これはどんな意味か推測できますか？顔に泥を塗るとは、恥をかかせるということです。例えば、親の顔に泥を塗るようなことはしてはいけないとよく言います。これは親に恥をかかせるような悪いことはしてはいけないという意味です。今回は顔を使った慣用句をいくつかご紹介しましたが、顔だけではなく体の他の部分を使った慣用句もたくさんあるので、皆さんも辞書で調べてみてください。きっと面白いと思いますよ。